世界にはプランターや鉢植えのための選択肢がたくさんあります。でもあなたが鉢植えを成功させたいのであれば、容器を選ぶ際考慮すべき一つの重要な要素があります。水です。そのために園芸業界のトップ生産者と協力して、すべての生物にとって安全で 100% リサイクル可能な材料で作られたクレセントガーデントゥルードロッププランターをご紹介します。この革新的なプランターは衝撃に耐える二重壁システムで、極端な温度に対する保護層として機能します。そして素晴らしいのは、屋内と屋外の両方で機能する革新的な自己吸水トゥルードロップシステムのおかげで、わずかな労力でプランターでガーデニングを成功させる喜びを見つけることができるということです。条件と植物のチョイスに応じて、トゥルードロップシステムではコンテナに2週間から6週間ごとに水をやるだけで済み、時間とお金を節約できます。トゥルードロップはプロの温室と同じプロセスを使用して、上からではなく根から水を吸収させます。これにより菌や病気にさらされることが少なく、花や葉の損傷を防ぎ、より健康な植物が育ちます。特許出願中のウォーターインジケーターを備えたトゥルードロップを使用すると、残りの水量が簡単に分かり、次の補充の計画を立てることができます。また汚れや虫による汚染から保護するため、簡単に水を入れることができる取水口はカバーされています。トゥルードロップを使用すると、肥料は頻繁な注水によって洗い流されることなく、タンクに最適にとどまり、無駄が減り、お金を節約できます。二重壁システムには、屋外で使用する際の過剰な雨水のためのオーバーフロー排水管が組み込まれています。屋内で使用する場合は防水ギャップがあります。オプションのクイックコネクトカップリングシステムとガーデンホースを使用すると、プランターから簡単に排水できます。従来のクレセントガーデンプランターと同様に、プランターシェルにはひび割れや色あせに対する10年間限定保証がついているため、あらゆる天候に最適です。トゥルードロップ自己吸水システムが組み込まれたクレセントガーデンプランターを使用することで、私たちは協力して大切な植物の世話と保護を行い、その過程でコンテナガーデニングをより成功させることができます。従来のコンテナよりも水の使用量が最大 50% 少なく、肥料の流出がなく、 100% リサイクル可能でフードセーフであるため、トゥルードロップは植物と環境を保護します。トゥルードロップセルフウォーターシステムで、自然に触発された技術を備えたクレセントガーデン、